皆さんこんにちは。熱帯植物カベカケ科の早く休日アクアです。皆さんはコルクってご存知ですよね。お酒のワインの瓶に使われているコルクの栓。コルクが知っているキノカは樹皮を加工してできています。これがコルク樫の木です。そしてこの植物がくっついている木がコルク樫の樹皮なんです。樫を抜いてコルク樹皮と言われています。初めて買ったコルク樹皮がこれ。1年以上前に東京新宿の東急ハンズで買ってきました。コルク樹皮なんてどこで売っているかわからない方もいらっしゃいますよね。早く休日アクアも知りませんでした。ネット検索していたら東急ハンズ新宿にあることを知り、休日に行って買ってきたのを思い出します。これはガジュマルのコルク樹皮漬け。このコルク樹皮は東京練馬区の大型園芸店尾崎フラワーパークさんで買ってきました。在庫も豊富なのでコルク樹皮の形を選ぶのが楽しいです。ガジュマル以外にもフィロデンドロンセローム、スーパーアトム、丸い葉っぱはシダ植物で着生するマメヅタ、ネオレゲリア、ファイヤーボールの値札だったけどどうなんですか。一つのコルクに3種類、ネオレゲリアパウシフローラ、着生サボテンのリプサリス、フィカスベンガレンシスは着生実験中です。ベンガレンシスはとりあえず育って葉っぱを2枚出し3枚目の新芽が出てきました。本当は着生するサボテン、月下美人の着生チャレンジ、新芽が出てきました。夜中に花を咲かせるまでに育ってほしいな。いろいろ着生させてごちゃごちゃにしてちょっと後悔しています。ネオレゲリアパウシフローラが小株を出しすぎて増えすぎました。クリプタンサス、トラフアナナス、ネオレゲリアとトラフアナナスは根っこががっしりとコルクに食い込んで取れません。セントポーリアも着生チャレンジ中です。コルクにつけて1ヶ月経ち、お花が咲いてきました。大丈夫そうですね。マメヅタと洋蘭のデンドロビウムデンファレビギバムメリーファンタジー。このお値段なら連れて帰ります。いつかコルク漬けで楽しみます。葉っぱもお花も落ちちゃったのですが、新芽が出てきました。またお花を咲かせてくれるのかな。ごちゃごちゃですね。ネオレゲリアとディスキディア、ディスキディアも着生植物です。できる場所を探して茎が伸びてしまいました。捕まりたいって言っていますよね。葉っぱが2メートルにもなるアンスリウムの仲間、アンスリウム、ウェイブオブラブ。根っこを張る場所がないのでコンパクトになります。デンドロビウムの見切り品をコルクにつけて8ヶ月、全くお花を咲かせません。咲かせ方にコツがあるようです。これはこれでワイルドだろう。あ、スギちゃん、日本のデンドロビウム、チョウセイラン、カゲロウ、2ヶ月前にお花を咲かせてくれました。洋蘭のサーコキラス、オーストラリア原産の蘭です。そっと扱わないと折れちゃいそうですので、移動するとき緊張します。
お花はもう落ちちゃいました。見切り品をコルクにつけたカトレア、ラブフォート夏子。新芽が分岐して出てきました。新芽が成長したらまたお花を咲かせてくれます。エアプランツもコルク付けです。ジランジアカピタータ。エアプランツは他にも7つのコルクに付けています。一番最初のコルク付けに戻りますが、どこが変化したかお分かりですか？17日経っています。そうです、エアプランツのつぼみが開きました。ダイソーさんで買ってきた100円のエアプランツ、ジランジアストリクタ。コルクにつけて1年5ヶ月待つのも園芸ですね。そしてコチョウラン。コチョウランも着生植物なんですよ。そうしてこれがコチョウランのつぼみです。コチョウランといえばお店の開店記念の贈り物で、立派な鉢植えのコチョウランをよく見ます。でもジャングルではこんな感じ。ワイルドなの。それでは皆さん、この辺でバイバイ。